北口相模原駅は、神奈川県相模原市中央区相模原一丁目にある、東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は、JH27。東神奈川駅発着系統や、横浜駅経由で根岸線に直通する列車、快速列車が停車する。相模原軍と計画による、都市計画区域の中心駅として設置され、 1941年4月5日に、当駅が開設した後、間もなく合併によって発足した、高座郡相模原町の玄関口として、相模原駅を称した。当時すでに、小田原急行鉄道小田原線に相模原駅が開設されていたが、当駅の開設により、小田急相模原駅と改称した。ただし、当駅周辺に、 市街地が実際に形成されるのは1960年代後半以降のことである。相模原市役所の最寄り駅であり、同市の氏名を冠する駅であるが、市の中心市街地は橋本駅及び相模大野駅周辺の地域である。開業以来、駅出口は市街地のある南側にのみ設置され、北側は上り線方向き輪からすぐに、 在日米軍相模総合補給省の敷地となっていた。1990年代にその一部の利用が可能となって北口広場が整備され、1998年の京城駅舎化の際に北口出口が設置された。相対式ホームに面2線を有する地上駅で南北自由通路と京城駅舎を有している。JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している。 橋本駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、自動改札機、自動生産機、指定席券売機が設置されている。京城駅舎改善は、開設当初以来の木造平屋建ての駅舎が、長らく使用されていた。2020年度の1日平均乗車人員は22,797人で、ある。横浜線の快速停車駅かつ乗り換え路線のない。 駅では、快速通過駅の淵延駅より少ない。また、相模原市役所などの行政の中心だが、隣駅の橋本駅の半分未満である。将来的に、小田急多摩線の延伸が計画されており、当駅と接続される計画となっている。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。南口駐車場北口及び南口に、バスターミナルがあり。 神奈川中央交通、神奈川中央交通東、及び京王バスの路線バスが発着している。南口バスターミナルは、京城駅舎に改築されたのと同じ時期に、現在の施設となったが、それ以前は、同一平面にロープや白線などで、簡易的に9つの乗り場が区切られていただけであった。現在の南口バスターミナルは、 ロータリー外周上に1.27.8番乗り場と、降車場、ロータリー内の島式乗り場に3.4番と5.6番乗り場が設置されている。島式乗り場へ行き来する手段は、ペデストリアンデッキからの階段のみで、エレベーターやエスカレーターは設置されていない。北口バスターミナルは、橋上駅舎に改築されたのと同じ時期に、共用開始されているが、 北口ロータリー自体はそれ以前から存在した。南口バスターミナル1986年頃の南口バスターミナル。木造の旧駅舎が背後に見える。南口バスターミナルを発着する路線バスはすべて神奈川中央交通東による運行。ありがとうございます。